はい、こんにちは。マヤチャンネル前原です。今日はこちらとこちらですね。ディズニーストア限定のカイロレンのライトセーバーとレイのライトセーバーです。はい、ちょっとね、これ言うのためらっちゃう。レイのライトセーバーっていうとちょっとネタバレ的な感じもあるけど、商品名がそれなんでごめんなさい。今回言わせていただきます、はい、レイのライトセーバーです。はい、はい、いつもね、我々が使ってる、寸劇とかで使ってるライトセーバーは、ハズブロっていうところの FX ライトセーバーなんですけれども、はい、ディズニーのやつはね、ちょっと違いますね。はい、はい、元から赤い、元から青いです、うん、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、あ、はい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 、開けた。はい、ということでこちらがカイロレンのライトセーバーですね。はい、そして、レイのライトセーバー。レイのライトセーバーといっても、もともとはアナキンで、ルークのライトセーバーでありますね。はい、はい、このですね、レイのライトセーバーはどこで買ったかというと、アマゾンで購入しました。これはね、はい、日本ではまだ売ってないです。並行輸入品のものですね。はい、はい、だからね、ちょっと一足先にゲットできてよかったね。うん、よかったね。はい、カイロレンのライトセーバーは普通にもうディズニーストアで販売されております。はい、はい、FX ライトセーバーの方もね、トイザラスとかにはまだ在庫あるみたいですね。はい、逆にルークのライトセーバーとか、あのブラックシリーズのルークのちょっと高めのライトセーバーとかも一切なくなっちゃったからね、今。うん、カイロレンのみ。そう、カイロレンだけ。うん、もともとが青いので、もともとが赤いので、うん、発光させた時により本物感増しますね。はい、まずはちょっとデモモードで両方とも起動させてみましょうか。ではカイロレンからいきますね。はい、はい、はい、これね、最後にね、振動がブーブーってするんだよね。うん、そこが FX ライトセーバーと違うかな。でこっちはレイ。はい、おお、すげえ青。うん、あー、こっちもね、うん、振動しましたね。はい、はい、じゃあ通常のモードにしてみましょうか。通常モードは1個下。お、音でかっ。でかっ。え、なんでこんな音違うの。ちょっと叩いてみますね。はい、こうやって一応なるね。うん、叩いた時の打撃音ありますね。はい、で、これね、こうやってしばらく当てたまんま、お、そうそうそう、当てたまんまにしてると振動するんだ。そういうことなんだね。うん、そうだね。うん、はい、ではカイロレンのライトセーバーを細かく見ていきましょうか。すごくね、うん、よくできてます。はい、うん、で、汚れとかもね、再現されててね、すごくいいと思う。うん、あのハズブロー製とはちょっと違いますね。そうだね。うん、っていうのは一番よくわかるのはこの部分。うん、これが多分劇中のものと同じです。はい、こうやって中がちょっと空洞になってるんだけど、で、一方のハズブロー製の方はここ省略されちゃってますね。はい、埋まっちゃってるんだ、ここ。埋まっちゃってるね。うん、こうやって比較してみるとわかると思うんですが、ハズブロー製は銀色、ディズニー製は銅色になってますね。はい、いろいろと違います。はい、うん、すごくよくできてると思うのはこっちのディズニー製かな。そうだね。じゃあ同時に発光させてみますね。いきますよ。はい、こんな感じ。はい、やっぱりこのアルティメット FX ライトセーバーは元が白で、うん、中で赤に光ってるんで、うん、分かりにくいよね。うん、薄い。うん、でも一方こっちは元が赤だから、うん、あの、そう、濃いよね。うん、音的には、あ、こっちのが振る音がしっかりしてるはずだ。ディズニーはあんまり振る音がない。叩くと、この音が多い人か。うん、次にレイのライトセーバーを起動させてください。はい、もうこれもやっぱすごい、すごい真っ青。はい、ではちょっとね、ルークのライトセーバーアルティメット FX で持ってないので、うん、ベイダーの方を起動させてみます。こんな感じ。うん、多分ね、色ついてるか分かんないもんね。あの、うん、赤くほんのりはなってるかな。ほんのりはなってる。フロート、こっちがでかい。こっちの方がでかいね。うん、叩いてみようか。うん、あれ、あ、ごめん、切っちゃった。でもいいね。うん、これでもここにボタンがあるから誤って押してしまいそう、ここ。あ、いいじゃん。うんうんうん、ではちょっと対決してみようか。はい、もうね、この1本前の動画で、あの寸劇をご覧になっていただいたかと思うんですけども、はい、改めて、実は、今日が今まさに今
この瞬間が初めてのこのライトセーバーの対決だからね、はい、この後あの一本前の動画の寸劇は撮っておりますので、はい、初対決しましょう。うえっ、おお、振れる振れる、いいな、すごいね、これ、この当ててる時のアクションがいいな、これがあるからね、この十字で。はい、ということで今回はディズニー製のカイドレンのライトセーバーとレイのライトセーバーでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい。はい、ということで今日の動画はですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね。はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、そしてマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、そして Instagram もやってますので、ぜひフォローをお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。